韓国アイドルグループ BTS、防弾少年団のメンバー V が、思い出の旅行を振り返った。14日午後、V はインスタグラムストーリーズを通して、公開していなかった過去の写真を投稿した。その中には、ディナータイムを誰かと楽しむ V の様子もある。テーブルの上にはおしゃれな皿とビールなどが並べられ、V の目の前の座っている誰かは、スマホを操作しているようにま見える。V と一緒にディナーを楽しむ人物に注目が集まる中、BTS のツイッターを通して人物が明らかになった。V と一緒にいたのは、BTS メンバーの J-Hope だった。V は2020年2月、BTS 公式ツイッターを通してこれを見てください。どれほど美味しいのでしょうと綴り、J-Hope の写真を投稿。この時の J-Hope の服装や皿などが全て一致していることから、ディナーのお相手は J-Hope と判明したのだ。BTS は現在、公式的な長期オフを過ごしている。メンバーらは長期オフを終えるとニューアルバムの発表、公演の準備に入る。3月には、ソウル市内でオフライン公演を開催する予定だ。クナ君側、オヒジュンの契約終了による脱退とチョン・インソンの28入隊を同時発表。テミン、軍楽隊から補充役に。うつ症状とパニック障害など健康状態が悪化。俳優ヒョンビン&ソン・イェジン、チェジュ島での目撃談が今になって話題。昨年夏、二人からサインをもらったというネットユーザーがそのサインを公開。投稿者は昨年7月、ヒョンビンがよく訪れるチェジュ島のペンションにソン・イェジンを連れてきたと明かす。